新井昭治12月8日から1952年9月1日は日本の実業家。元東京電力会長。元日本発送電総裁。埼玉県大里郡団浅生村に特農家だった新井健吉の長男として出生。1905年に早稲田大学大学部政治経済学科を卒業。秩父鉄道勤務を経て日本鉄道に入社するも病気で退社し。 過料の後に、岐阜のはずみ理ーが経営していたトネ発電に1913年に入社して、取締役支配人となる。1921年に、トネ発電が東京電灯に九州合併されてからは、前橋支店長から本社で営業部次長となり1933年に、取締役営業部長に就任してから、常務取締役、副社長を歴任した。 この間横浜市への贈賄容疑で逮捕、起訴されるも無罪が確定している。1940年に、東電社長だった小林十三が、商工大臣として、第二次、この絵内閣に入閣することに伴い、東京電灯社長に昇格。さらに会長も兼務して1942年の、廃電灯政令による解散を迎える。東電解散後は東電など、 関東地方の電力会社が合併された関東配電社長となるが、翌1943年に日本発総電総裁に就任し1947年に公職追放で辞職するまでその座にあった。戦後に飛発は解体され、赤拝と設備や人員を再編する形で東京電力が設立されるものの初代会長だった荒木英吉が、 中米大使になるのに伴い旧東電関係から壊れる形で会長に迎えられる。しかし会長就任前後から病状が悪化し、就任数ヶ月後の1952年9月1日に死去、旧東電、批発時代の部下だった安蔵康家社長が会長に昇格し同じ旧東電出身で最後の赤杯社長だった高井良太郎が公認の社長となった。趣味は語。 宗教は、新言宗。住所は、東京茨城小山町。ありがとうございます。